Takeda 滅亡後、 Sanada Nobuyiki、 Yukimura の戦ぶりが認められ、 Sanada 家は織田信長に臣従を許された。しかし、 Akechi Mitsuhide の謀反により、 織田信長は応し、関東の北条はこの機に勢力を拡大せんと兵を動かす。信長より後進の支配を任されていた滝川一益は主君の無念を報ずるとして撤収を宣言。真田家に対しては進退自由を言い置き、攻め寄せてきた北条を相手に 退却戦を開始する。その潔い振る舞いに感じ入った真田家は、数正の太を支援すべく神奈川で北条軍と対峙した。武田という大きな幹はすでにない。真田家の不沈はこの戦にかかっていた。 あんた、命が惜しくはないのかい？刑事殿、敵を前にして自分の命など見えません。<笑>あんた根っからの物の具だ。だが、物の符にとっちゃ散り際こそ一世一代の見せ場。つまらねえ死に方しちゃもったいねえ。どうすれば？見せつけてやるのさ。 もののふの意地ってもんもな。もののふの意地。敵にはご爪がいるはずだって信行様は言ってたけど。うん？うん、かわいく決まってる。今日も笑顔で頑張れ私。 見たわね。うぎー、死んだふり、死んだふり。へか、なんであんたここにいんのよ。鏡を見ながら笑顔でつぶやく世にも珍しいクマが出るって噂を聞いて。へえ、すごい。ってそりゃあたしって誰がクマじゃ。
Kai, 何かあったの? あなたは武田の? ごきげんよう、お姫様。ああ、どうぞお構いなく、もうおいとまするんで。待ちなさいよ!みんな!くせ者よくせ者!出会え出会え!覚えときなさい!戦場であったらキャフンと言わせてやる!でもカイ、なんだか楽しそう。状況は厳しいが、真田の船出を飾る戦だ。兵器力を始めようか。宇島沢に社が到着する前に前線を押し上げる。マス打ちにとどめを打ち、軍配山北取り手を落とせ。このままではマスウチ殿、急ぎお救いせよ。敵の増援がこちらへ向かいるか。王女はどこだ。その決意か合流されたらまず到着する前に宇治国を撃つ。後の戦闘に備え迅速に撃ちたいところ。東を回って砦の南につけ、背後より宇治国を奇襲する。
攻撃だ。これで応援が取れて大丈夫だ。道場の戦闘を蹴散らす。ご飯のよ。任せたな、藤君に。我ら兄弟の力を見せつけるぞ。兵を束ねる宇治政のもと、手薄な北西から回り込む。今日はドアホーが大量だ。敵将撃ち取ったり。お任せ。
さあやるか。だが次はどうだ。ってもんが分かってきたようだ。褒美に獅子の牙を食らわせてやるぜ。開門。無事です。久々に楽しみ。戦が楽しいもんかよ。ちっと昔が懐かしくなっただけだ。敵将
敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。マジだよ。耐えきれん。聞かせてもらう。兄弟の門出の戦、是が非でも勝たせてえか。けなげなもんだぜ。いえいえ、足はただ熊が地団駄踏むところを見たかっただけで、敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。敵将ウソッタリ。サナダ家は自らの足で歩いて行ける。刑事殿、ありがとうございました。いい顔になったじゃねえか。何があろうと前を向いていくんだぜ。父上、滝川殿は無事に退却されたとのことですが、北条の勢いを押し返すことはできませんでした。私の力が及ばぬばかりに。だが真田が大名として独り立ちを果たす道は開けた。わしの夢が一つ可能たわ。信行、お前はその地を持って家を盛り立てよ。雪村、お前はその武を持って真田の戦を示すのだ。はい。父上、夢が一つと言われました。他にも終わりなのですか。うん、上田に城を建てることよ。何者にも落とせぬ真田の城をな。さて、俺も滝川王子を追わないとか。信長のいない織田はどうなることやら。何があろうと口折れぬ太い幹がなければこの乱世に家名は残せない。あんたは幹になりたいわけだ。だが雪村は花だね。いざとなりゃ咲き誇って潔く散ることを選ぶだろうぜ。どうした、太い幹になるんだろう。踏ん張って戦国一の大輪の花を咲かせてやるんだな。